What's up, guys? Ken です。タフトです。今回はですね、はい、ユニクロ U の新作のデニムオーバーシャツを紹介したいと思います。うん、これ着丈が長いから、うん、本当に合わせやすい。確かにね。なんでも合う。はい、ということでね、はい、今回ですね、うん、こちら2021年のユニクロ U の新作、はい、秋冬ですね、はい、なんですけど、うん、今日発売らしくて、そうだよ、行ってきたんですよ。行ってきました、ね、前にですね、コメント欄で9月の17日にユニクロ新作発売ですよということで、はい、教えていただきまして、うん、ね、で、見てきました。見てきましたね。ね、通天ですね、うん、うちらのファッションに合わせられるようなアイテムがあったんで、うん、ちょっと買ってきたんですけど、はい、1個目はこちらです。こちら、デニムオーバーシャツということで、はい、まあ一応デニムなんですよね。デニムだね。でカラーがデニムとそのブラックと、もう一個がカーキのやつがあるんで、そう、まあ、ベージュのやつね、うん、で今回3色買ったんだけど、今回このブラック購入してみました、はい、でこちらなんですけど、うん、まあさっき言ったようにデニムオーバーシャツということで、はい、まあデニム生地のまあシャツなんですよ、うん、そうだね。でちょっとワイドめっていうか、まあロング丈のものになってるんだけど、うん、シャツって言ってるけど、正直ジャケットです。ジャケットだね、これ本当に薄めのジャケットみたいな感じで、うんうん、正直まあ頑張ればシャツにも使えるよみたいな、そう、どちらかというとジャケット寄りの商品だと思います、うん、基本的にさ、うん、着丈も長いし、これワイドだから、うん、本当中に着込んで、うん、あの上に着れる感じだよね、これ。そうだね、うん、で正直なんかね、オーバーオールみたいな、うん、ちょっと着丈感というか、そうだね、ここにポケットあったらもうオーバーオールやみたいな感じなんだけど、うんうん、すごいね、これめちゃくちゃ着やすいし、着やすい、めちゃくちゃ合わせやすいということで、うん、今回ね、ちょっとコーデをね、結構多めに組みながら紹介していこうと思います、うん、はい、簡単にね、ディティール紹介していこうと思うんだけど、うん、まず生地です、はい、生地がですね、コットン 100% の、まあ、デニム生地になってて、うん、まあ、これはブラックなんで、そこまでデニム感ないけど、うん、そうね、まあ、ブラックデニムのような感じの、うん、まあ、普通に綾織のコットン生地です、はい、でうちらがさ、うん、本当にコットン 100% 好きじゃん。コットン好き。結構さ、うん、ユニクロってさ、あのポリウレタン入ってるんだよね。入ってるね。2% とか、うん、でちょっと伸縮性があるんだけど、これは 100% だから、うん、伸び縮みはしないっていうか、もうコットン 100% 本当に、うんうん、本当にユニクロ行って、あ、このジャケットちょっといいんじゃないと思って、うん、着たら、うん、もうビョーンみたいなね。そう、ポケット手入れたら伸びちゃうみたいなことあるから、うん、そこうちらはね、あんまりウレタン入ってない方がね嬉しいから、うん、もうコットン 100% は嬉しい。嬉しかったね、うん、でその方がね、やっぱね、経年変化もしていくと思うんだよね。確かに、それはあるね、うん。で、まあディティールなんだけど、意外とね、あ、すげえなと思ったのが、うん、これトリプルステッチをね、対応してるっていうね。そう、こうメインのステッチが全部トリプルステッチになってて、うん、他の部分が、まあ、ダブルステッチメインで使ってて、うん、たまにシングル使ってるみたいな感じで、うん、結構ちゃんと作ってある。ちゃんと作ってる、ね、後ろもこのここもトリプルだし、うん、なんか黒だからさ、まあ、パッと見シンプルなんだけど、うん、よく見たらさ、このトリプル使ってることで、そう、重厚感っていうかさ、うん、安っぽさがないんだよね。安っぽさがない、うん。で前にはポケットがこう2個、胸ポケットがあって、うん、まあ、後ろは特にシンプルな感じですね、はい、うん、ボタンを開けるとね、まあ、こんな感じになってて、うん、中もシンプルです。そうだね、ここにね、まあ、タグがね、まあ、ちっこいのあるんだけど、うん、これサイズが書いてあるだけでユニクロ U とか書いてない。そう、うん、これちょっと嬉しくない？そうだね、ここ見えるからね。そう、うん、ここ見えるからあんまりブランドが分かんないっていうのはちょっと嬉しい。で、ここの裏にユニクロ U って書いてありますね、うんうん、で、すごいね、シンプルで、まあ、合わせやすいと思うんだけど、うん、やっぱね、気になる部分が、まあ、うちらさ、うん、古着とか特に好きだから、うん、まあ、ディティールが欲しいんだよね、どちらかというと。うだ、ね、だからこの、まあ、ユニクロ U ってメインでそうなんだけど、うん、このボタンがさ、フラットなこうボタンなんだよね。そう、すっげえシンプルなボタンで、うん、結構綺麗めにね、着る人とか多分嬉しいと思うんだけど。確かに、うちら的にはこうね、やっぱディティール欲しいんだよね。確かに、ユニクロでも全然いい。ユニクロでもいいんです、ね、普通にユニクロのデニムあるじゃん、うん、で、ユニクロ U のデニムはこういうフラットなんだけど、うん、ユニクロのデニムはちゃんとね、ここディティールついてるね、うん、それそっちの方が嬉しいんだよ。俺はそっちなんですけどね、うんうん、まあ、ということでね、簡単にディティール説明してきたんだけど、うん、まあ、どうやって着るかっていうことでね、はい、うちらのファッションに合わせて、うん、まあ、着てみたんで、よかったらね、見てみてください、はい。
再強度で着てきました、はい、うん、ね、結構これ良くない？めちゃめちゃいい、ね、シンプルで本当合わせやすくて、うん、いろんな着方できるよね、これね。そう、うん、しかもやっぱり着丈が長いから、うん、本当に合わせやすい。確かにね、何でも合う、うんうん、まずね1コーデ目なんだけど、うん、このジャケットに白いねペンターパンツ履いて、はい、まあ、中にパーカー着てみたんだけど、うん、本当ね、まあ、デニムシャツって言ってるけど、うん、普通にジャケットとしてなんかね、うん、その着込んで外に着れるという、そうね、うん、感じが良かったね。いいね。まあオーバーサイズってね書いてあるだけあって、うん、ゆとりあってすごい重ねにしやすかったです、うん、あと着丈もやっぱ長いから、そう、ね、本当に何でも合わせやすい、合わせやすいね、うんうん、で2コーデ目なんだけど、うん、このねジャケットの下に寝るシャツ着て、うん、まあ、下は普通にラルフローレンの、うん、紺のねそのチノパン履いたんだけど、はい、これでもすごいいいね。めちゃめちゃいいよ、うん、でも重ね着に合うと思うわこれ。本当に重ね着した方がいいと思うね、うんうん、正直ね、まあ、頑張れば普通にシャツとしても着れると思うんだけど、うん、やっぱジャケット寄りだと思うよこの商品は。そうだね、だって着丈が長いし、うん、タックインするのにもこれ生地はそんなに薄くはないから、そうだね、めっちゃ厚くもないけど薄くもないんだよね。タックインすると結構かさばるよね。かさばると思う、うん、で俺なんだけど、コンバースにレッドキャップのパンツにこれ着たんだけど、うん、まあ普通にさらっとね羽織る感じでもめちゃめちゃいいなと思ったよね。これ本当にシンプルだからさ、うん、合わせやすいんだよ。合わせやすい、うん、で黒のジャケットしかも俺持ってなかったから。確かにね、意外に新鮮だった、うん、意外と黒でこの丈のジャケットってないからね、うん、ない、なかなか、うん、だからすごい新鮮だったね自分の中で、うん、で2コーデ目はまあ、レッドウィングのポストマンシューズと、うん、リーバイスの501のデニムにこれ合わせてみたんですけど、うん、まあ、それも普通にまあ、無難にいいですね。無難にいいよ、うん、本当に、まあ、うちら古着好きだから結構古着と合わせてるけど、うん、まあ、いろんな、まあ、古着じゃなくても全然もちろん合うし、うん、うちらみたいな古着好きでも合わせられるから。そうだね、しかも値段めちゃくちゃ安いという。そうね、うん、本当ね、こうやっぱユニクロは安いから、うん、全然なんか大学生とか高校生、うん、あんまいいね、ジャケットとか買えないよとか、うん、そう古着で高いのあんま買えないよって人は、うん、本当おすすめだと思う。本当そう、うん、ユニクロとかって本当ユニクロで合わせちゃうと、うん、やっぱちょっと安っぽさ出ちゃうんだけど。そうだね、ユニクロ全部合わせるとね。そう、うん、だうちらみたいに古着とかと合わせて1個ユニクロとか合わせると、うん、結構なんかいい感じなんだよね。そうだね、その安っぽさっていうか、うん、それがなくなるからめちゃめちゃいいと思います、うんうん、で、まあ値段なんだけど、うん、3990円。そうね、うん、安いよ。ジャケットにしてはめちゃめちゃ安いです。ジャケットでこれはマジやばいね、うんうん、で今回これね3色展開なんだけど、うん、さっき言ったようにブラック、カーキ、デニムなんだけど、うん、デニムとカーキはちょっとね見た目安っぽかったんだよね。そうだね、見に行って本当にデニムはですね濃紺の、うん、まあその全く色落ちないデニム生地みたいな感じでなってるんだけど、うんうん、まあ、カーキはちょっとね薄めのベージュなんで、うん、ちょっとねなんか安さが確かにあったね。そう、うん、結構黒はすごいね、うん、安さがなくて見た目も、うんうん、3色ね見た時に、うん、あこの黒もいいなと思って、うん、まあ、購入したんだけど、うん、まあ、そこはまあ自分の好みかもしれないけど ね、まあ、うちらは結構黒は好みでした、うんうん、でしかもコットン 100% だから、うん、着込めば結構育つんじゃないこれだと思うよね、うん、いい感じにね当たりとか出そうな感じなんで、うん、もしねこれ結構着込んだら相当かっこよくなるんじゃないかなって思いますね。はい、これね今回ですねこちらユニクロ U の新作のデニムオーバーシャツ紹介してきたんだけど、結構ねうちらメインでさ古着やってるけど、うん、たまにねこういうプチプラの商品紹介するんだけど、うん、コメントでもユニクロとかやってくれると、うん、やっぱ安いし、うん、そのすぐ買えるから確かに嬉しいっていうコメント結構多いんだよね。多いよね、うんうん、うちらの普段のスタイルにこう、うん、合わせて着てくれるから嬉しいってねコメントあって、うん、うちらもそれ嬉しいよね。そうだね、言ってくれるとめちゃめちゃ嬉しい、うん、ユニクロ U 今日発売だから、うん、本当にお近くの ねユニクロとか行ったら、まあ、いろんな商品ね、うん、展開してるからすごい面白いと思います。そうだね、うん、でグッドボタンとコメントをくださるとねうちらモチベーション上がるんで、うん、どしどしコメントお願いします。であと Twitter、Instagram こちらにやってるんでよかったらそちらのフォローとチャンネル登録ですね。済ましてない方、うん、まあ結構多いんですよね。多いっす。だから、うん、チャンネル登録ねポチッと押すだけでいいんでよかったらお願いします。では次の動画でしましょう。バイ。